今日は、というか今日もね、ダーマ・ミットラ先生のお話をしたいと思います。先日僕はダーマ・ミットラ先生に香港にね、会いに行って、その時の様子と、そしてダーマ・ミットラ先生のエピソードを一つご紹介したいと思います。で、僕がね、なんでそのダーマ先生のお話をこんなにするかというと、やっぱりね、知ってほしいんですよね、皆さんに。ダーマ・ミットラ先生みたいな、いや本当にね、この世の中にね、ヨガを真剣に修行して、ヨガの修行をして、そして本当に聖者みたいな、だから世俗を放棄して、そしてそのエゴも手放したような、そういう人が本当にいるんだっていうことをね、もうぜひ知ってほしいし、それをなんかこう伝えなきゃならないような役目があるんじゃないかと思ってね、お話をさせてもらっています。本当にね、ダーマ先生っていうのは、もう本当にこうエゴがないんですよね。いや、エゴがないんですよ。こんな人いるのかなと思うぐらい。このエピソードは今から大体10年ぐらいの前の話です。今からね、10年前のこのヨガジャーナルの企画で、このダーマ・ミットラ先生と、このモデルのね、志保さんって言いますよね、この2人のね、対談があったんですよ。で、その時にこの現場にね、実は僕もついてって、で、この様子を見てたんですけど、実はこの日ダーマ先生はこれが終わった後にもうすぐニューヨークに飛行機で帰らなきゃならない予定だったんですよね。それで、だからもうこれが終わってからすぐに僕ら見送りしてね、こう成田に連れていかなきゃならなかったんですよ。で、この対談が終わってすぐに、じゃあダーマ先生行きましょうかっつったら、ダーマ先生が、この後はどこのスタジオで僕は教えるんだいって聞き出したんだよね。で、俺衝撃受けて、ってダーマ先生っていつもスケジュールを教えてもらってないんだと思って。だからどっかでなんかね、一つレッスンが終わった後、だからどっか連れてかれるわけよ。だから家に帰るのかさ、それともどっかのレッスンするか分かんないのよ。だから、一つのレッスンが終わった後に、ね、じゃあ先生終わりました、じゃあ車乗ってください、なんつって。で、車が乗ってったら、なんか今度またでっかい会場ついてさ、そして目の前になんか200人くらいして、これポッと座らされて、じゃあ次は先生、ヨーガスートラのヤマトニヤマ、教えてくださいね、なんつって。そしたら、わかったって言って、こう、レッスンするんだなと思って。いや、これすごくないですか？もうエゴなんかもう完全にないですよね。ないですよ。だから、もう俺はあれしたいこれしたいなんか一切注文絶対ないからね。そしてもう何が起きてももう全てを受け入れるっていうね。いや、これすごいですよね。もうこういう人が本当にいるんだなと思ってね、こう見習いたくてもなかなか見られないなと思って、もうありのままでしょ。もう全てオールオッケーだもん。もう全部受け入れる、そんな感じですもんね。この本、これ、ヒマラヤ聖者と共にという本で、ヒマラヤのね、ヨガの行者さんのこのスワミラーマさんという人が書いた本で、この本の中に、ヨガの、ね、ヨガの教えの伝え方15箇条があってね、そのうちの一つにこう書いてるんです。何であれ、直感の確信より瞬時に湧き起こるもの、それを教えると。で、師から言われた通り、講義や講話の原稿を準備することは一切しない。で、私は単なるそのヒマラヤ聖者の伝統の英知を伝える単なるメッセンジャーに過ぎないんだってことなんですよね。わかります？だから事前に、だからこう準備をしているような知識だと、これはヨガの知恵じゃないって言うんですよ。その場その場で直感的にひらめいたことを伝えるのが、そのヨガの教えの伝え方だって言うんですよね。なかなか普通できないですよね。だけど、ダーマ先生はこれをもうやってる人ですよね。実践してる人。いや、だからこれを俺目の当たりにしてるのは本当にすごいなと思ったんですよ。本当にエゴがない人。エゴがあったらこんなんできないですよね。エゴがあるからやっぱり失敗したらダメだって言って事前に準備するけど、もう全てをこう受け入れるから、もう何が起きても、だからそのもう全部臨機応変に対応できる、もうその場その場に必要な情報をもう直感に基づいてメッセンジャーとしてこう伝えるっていうね、これは本当にすごい先生だなと思って。で、僕はつい先日このダーマ先生、
2年ぶりにね、香港でお会いすることができたんですね。アジアンヨガカンファレンスっつって、アジアで最大規模のそのヨガのイベントに、まあ、ダーマ先生が来たの で、そのレッスンをね、ついこの間受けさせてもらいました。で、僕はまあ、ダーマ先生に実はね、気に入られてますからいや、これはね、ダーマ先生が過去に3回だけ日本に来たんですけども、で3回ともね、僕は空港まで迎えに行って、そしていつもその3回ともね、頭立ちして待ってたんですよ。だからダーマ先生がすごく喜んでくれて、だからあれですよ、そのニューヨークのね、自分のレッスンの時にもそのことをわざわざね、日本にはそういう僕のことをいつもね、頭立ちで待っててくれる男がいるんだってことをなんか紹介してくれたらしいんですよ。だから僕がこの十数年前ですけどね、ニューヨークに行った時にわざわざレッスン終わった後にみんなにね、紹介してくれたりしてね、よっぽど気に入ってくれたんだなって。そしてね、カレンダーにもね、僕が登場したんですよね。だからカレンダーに千歳空港で頭立ちをしてる時の写真がですよ、これ1月ですよ、12ヶ月のうちのスタートの1月、だからよっぽど気に入ってくれたんだなと思って。だから久しぶりに香港に行った時も、ダーマ先生ね、俺のことをね、見て喜んでくれるかななんつってね、だけどもう80歳ですからね、もしかしたらもうね、覚えてないかもしれないななんて思いつつ、でダーマ先生もう200人ぐらいね、受けるので、もうとにかくなるべく前の方で、もうダーマ先生のすぐそばで受けたいと思って、1時間も前からこう並んでね、待ってて、これからダーマ先生のレッスン受けます、今一番前に並んでます。でダーマ先生が登場して、ダーマダーマって言ったんだけど、もう全然こう、全然もう知らん顔されてね、うん、もう全然もう視界に入って、いや、ダーマ先生はもうだから常に瞑想状態ですから世俗のことに興味ないんだよね。だからまあまあしょうがない、ダーマ先生だからまあしょうがないよなみたいな感じでね。でまあレッスンが始まって、そしてそのね、みんなでそのオームっていうマントラをね、3回唱えるんですよ。そしたらね、その不思議でしたね、2回目唱えた時にね、みんなで唱えたのに急にね、涙が溢れてくるんですよねそしてダーマ先生20分ぐらいかな、そのヨガの哲学のお話、ありがたいお話をしてくれるんですけど、僕なんかもう英語全然わかんないですから、わかんないだけど、まあヨガスートラのお話してるんだなっていうのぐらいしかわかんないぐらいで、だけど内容わかんなくてもね、ダーマ先生の顔ね、そばでじーっと見てるだけでね、Go beyond your pitch. This is the Panda. Lini, I just walk and talk.もうダーマ先生のだから表情を見てるだけで、なんか目を見てるだけで、なんか泣けてくるんですよね。ありがたい、あったかい感じになって。だからまあダーマ先生、俺のことをまあ覚えてなかったとしてもね、これだけ感動したから、香港まで来た甲斐があったな、まあこれでいいかななんて思ってたら、ね、急にレッスンが始まって、1時間ぐらいさ、急にですよ、タコ、タコ、俺タカなんだけど、ダーマ先生ね、俺タコだと思ってんだよね。タコっつって、舞台に上げてくれて、ね、そして、ダーマ先生がね、僕の、まあ、名前、ね、彼の名前はタコだよなんてみんなに言ってるんですよ。普通ないでしょ、なかなかそんなのね。そしてこのなんか親父ギャグも言ってるんですけども、僕には全く通じず、ね、そして2人でまあペアヨガをこうするわけですよね。だからもう久しぶりにヨガやりましたからね、もうこの時もう腰いってますね、もうね、だって頑張るわけね、これ200人の前の晴れ舞台ですからね、もう腰なんか砕け散ってもいいぐらいにこう頑張ってますけどね大変ですよこれ、ああもうこの時はあれですね、また下げてますから、ああもうパンツが血だらけになってますからね、大変でしたよこれ。まあよかった、いい思い出。いや、ダーマ先生はね、本当に優しいなと思ってね、
俺の顔見たらね、もうちゃんと覚えてるんだよなんて言ってくれてさ、そして写真撮るときなんかこうやって肩組んでくれて、もうスペシャル扱いですよ。いや、そしてね、この後あのペアヨガをやってたときに、まあ僕と一緒に同行してくれたそのまいちゃんとね、ハセピョンがやってるところに、ダーマ先生ね、わざわざ近づいて来てくれて、もうサポートしてくれてね。ねえ、この時はなんかまいちゃんプロボーラーみたいな、なんかね、強そうなの手首に巻いてますけどね、これ後で話を聞いたらね、寝違えて手首痛めちゃったっていうね。大丈夫でしょうかな、この先生、ヨガの先生。いやー、これだけどね、夢のような瞬間ですよこれ。いやー、だってこんなに大勢いる中でね、わざわざこう来てくれてなんて優しいですよね、本当にダーマ先生。そしてね、この後はね、なんとですね、もうずうずうしくもサインまでしてもらっちゃってね。もうずうずうしいってのはないでしょこれ。いや、だからこれ記念になりますよね、これ。だからうちのスタジオのもう家宝にしてね、誰にもこのヨガホイール、ヨガリングはね、誰にも触らせませんからね。もう見る、ただ見るだけね、触れてもいけませんよもう。そしてね、まあ、最後これ2つを終わった後に、ダーマ先生がね、2ドルくれなんつってね、もうギャグを飛ばしてましたけどね。これダーマ先生だからまあまあ面白いですけどね、これ日本人が言ったらきっとね、しらけるでしょうね。いやもうね、ダーマ先生はね、言葉なんか分かんなくても、ただそばにいるだけでやっぱり心地よくなったりね、なんかこう癒されるっていう、すごいやっぱりパワーね、相変わらず持ってるなと思って、それを確かめに行っただけでもやっぱり香港まで行ってよかったなと思います。でね、ダーマ先生もね、80歳ですから、きっとね、こっちのニューヨークからわざわざそのアジアの方に来るのも最後だって言われてるし、おそらくもう日本にもきっと来られることはないと思うんですよね。もうお年ですからね。だからもし、そういうその、本物のヨギ、聖者にね、会いたい。ニューヨークにいるんですよ。ニューヨークのど真ん中。ねえ、そういう人に会いたければ、ぜひニューヨークにね、皆さんもね、行っていただいて、ダーマ先生に会って、もらえたらいいかななんて思いますよね。そして僕らもね、僕らもね、日本でもそのダーマ先生みたいに、もうただいるだけでもなんかこう心地よくなるようなね、ただ僕らがいるだけでもなんかこう元気になれるような、本当にそんな本物のヨギを目指して日々まあ修練していますので、少しでもね、まあどこまでダーマ先生に近づけるか分かんないですけども、ダーマ先生のような雰囲気をね、味わいたければ、ぜひ僕らのその札幌のね、ヨガさんに来ていただけるとありがたいななんて思います。あれですよ、ただダーマ先生こんなあのスキップしながら笑ったりしませんからね、勘違いしないでくださいね。Thank you.